い、こんにちは。グッドテイスト TV のひろとです、本日もリクエストいただいてました製品のレビューになりますね。はい、クールグリーススペリオーレポマードシダーです。お値段が 220g で税込み2200円、 80g で税込み1320円となっております。ということでレビューを始める前にですね、こちらの画面いつもと何かが違います。さて何が違うでしょうか。分かった方はマジで素晴らしいです。正解はですね、こちらにいつも出てる SNS のアカウントの ID が変わってるっていうね。なの分かんねえよって感じかもしれませんが、こちらにいつも出してたアカウントがですね、僕 YouTube 始める前から普段自分で個人で使ってたものをここに出して概要欄にも貼ってたんですけど、本当にね、ご覧いただいたことある方は分かると思うんですけど、ポマードとは全く関係のない普通のおっさんの日常みたいなね、投稿ばっかりしてたんで、マジで誰か興味あんねんっていうね、内容だったかと思うんですが、この度今更ながらですね、このチャンネルの公式アカウントを開設しました。マジで今更なんですけどね、これからはですね、こちらのアカウントの方でこのチャンネルの更新情報ですとか、その他ちゃんとしたね、有益な情報を発信していこうと思うんで、よかったらフォローよろしくお願いします。もう今全然フォロワーいないんでね、ちょくちょくですね、インスタの DM の方で質問とかメッセージいただけるんですけど、そういうのもね、今のところ全然返せますんでね、ちょっと気づくの遅くなっちゃう時もあるんで、本当はこちらのね、 YouTube のコメント欄の方にコメントいただければすぐに返せるんですけど、でも YouTube のコメントなんてコメントが残っちゃいますからね、もしそれ嫌だなという方いましたら、こちらの SNS アカウントからメッセージいただければ全然質問とかね、答えられる範囲で返せますんでね、その代わりちゃんとこちらのアカウントフォローしてからメッセージしてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで本日のクールグリーススペリオーレポマードシダーなんですが、これですね、僕ずっとスーペリオーレ言ってたんですけど、コメントでですね、これスペリオーレなんじゃないかというコメントいただきまして、確かにこれね、スペリオーレだと思います。すいません、こういった言い間違い他にもあるかと思うんでね、何かございましたらご指摘ください。すいません。ということで、このクールグリーススペリオーレシリーズはですね、クックグリースなどで知られる坂本厚生堂さんがクールグリースシリーズの上位モデルとしてアップグレードしたもので、国内最高峰のグリースブランドとして有名ですね。このスペリオーレシリーズが出た時にですね、もともとセット力が一番強いとされていたのがこちらの緑のポマードココナッツですね。これ僕も大好きなポマードなんですけど、そんなこのココナッツよりさらにハードなセット力とツヤ感を求めて開発されたのがこのシダーということなんですけど、この2つよく使い比べてみたら、確かにシダーの方がちょっと硬いかなという感じはしましたけど、多分人によってはですね、これそんなどっちも変わんないよっていう人もいるんじゃないかなというくらいの差かなと僕は思いました。ただこのスペリオーレシリーズはですね、今回のこのシダーもそうなんですけど、改めてね、上品で高級感あるグリースだなと感じましたね。特にね、大人が使うにはね、最高のグリースだと思います。ということで今回はそんなクールグリーススペリオーレポマードシダー、こちらを詳しくレビューしていこうと思いますので、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージのご紹介です。スペリオーレは 220g と 80g の2サイズがあるんですけど、今ご覧いただいているのは小さい方 80g のものになりますね。こんな感じで瓶の容器に蓋の部分はブラックの缶になっていて、やはりデザインがシックで上品な雰囲気ですね。そしてこちらのシダーはラベル部分が焦げ茶色のような色になってますね。クールグリーススペリオーレ、そして白枠の中にポマードシダーと書いてあります。蓋の部分を上から見るとこんな感じです。スペリオーレのロゴと坂本厚生堂新水1912とラベルが貼ってありますね。この坂本厚生堂さんの長い歴史の中でもスペリオーレシリーズは最上位モデルってことでね、技術だったりいろんなものがここに凝縮されているんだなというところですかね。はい、それでは蓋を開けてみたいと思います。緑のラベルのココナッツ同様、このシダーもファイバーなしタイプのグリースになりますね。色はこんな感じで透明です。ココナッツは薄い黄色がかった少し黄緑がかったような色をしてましたが、シダーは完全に無色透明ですかね。そして質感としては粘ついたりはしないんですけど、やはりハードタイプということで、グリスとしてはちょっと硬くねっとりとした感じがあります。確かにココナッツよりこのシダーの方がもう少し硬いかな、どうかなという感じですかね。伸び自体はいいんですけど、ハードタイプのグリース特有の硬さを感じるということで、今まで紹介した製品の中で言うと、同じ坂本製のクックグリースとかクールグリース G1 とか、やはりそれらのテクスチャーと非常に近いなという感じがします。そしてこちら香りがですね、シダーということで、こう杉の木のようなすごく和を感じる匂いになってます。静かな
林の中にいるようなね、こうすごく心が落ち着くというか、そんなねリラックスできるような匂いになってますね。まあ、こういう匂いのスタイリング剤ってなかなかないと思いますし、かなりね洒落てますね。こっちのココナッツの方はですね、その名の通りココナッツの香りなんですけど、これもですね、こうよくあるポマードのココナッツの匂いとはちょっと違う、ほんのりした上品な香りになってるんですけど、このシダーもですね、なかなかハイセンスな香りがしますね。そしてこちら髪につけてもそんなに匂いは強く発しないんで、まあほんのり程度ですかね。なので非常に使いやすいと思いますね。うん、もうほんとね、こう木材のような和室のようなね、ほんとこう日本人が心静まるようなすごくいい匂いがします。僕もこれ髪につけなくてもね、たまにこうやって嗅ぎたくなるような、すごくね好きないい匂いですね。はい、続いてセットについてです。テクスチャーがこの硬さなので、髪につけてもスーッとすぐに馴染んでいくような感じにはさすがにならないですけど、まあ、それもつけ始めだけですかね。全体にまんべんなくグリースが馴染んでいってからはコームもスーッと取っていく感じで、セットはすごくしやすいと思います。そしてセット力とかホールド力はですね、やはり強めになってますね。もともとシリーズ最強のセット力を誇っていたこの緑のココナッツと、後からそれをさらに上回るセット力として出てきたこのシダー、この2つね、まあ、よーく今回僕も使い比べてみたんですけど、まあ、やっぱ冒頭にも言った通り、確かにこっちの方がちょっと硬いかなという感じはしましたが、大きな差はないんじゃないかなという感じもしましたかね。なのでですね、この2つ選び方としては、僕は1つ香りで使い分けるっていうのもありなんじゃないかなと思いましたね。どちらもですね、コーム通してバーバースタイルみたいなセットをするには十分な強さがありますので、そこはね心配しなくても大丈夫かなと思います。はい、そして時間が経ってもパリッと固まっては来ないんですが、表面が少し乾いて軽くなるような感じがするかなと。ここがですね、スペリオーレシリーズ、テクスチャーこそ似てますが、同じ坂本製のクックグリースや G1 とか、その辺とは一味違うところかなと個人的には思いますね。時間が経つとベタつき感が軽減されてくるというかね、少し上品な仕上がり具合になります。とはいえパリッと固まるわけではないので、ツヤ感はやはり強めになってますね。しっかりとしたツヤ感が1日持続します。そして最後にこちら水溶性のグリースになるので、もちろん洗い落としは簡単になってますね。はい、ということで今回のクールグリーススペリオーレポマードシダーなんですが、これもですね、なかなかリクエスト多かったですね。すいません、動画上げるの遅くなっちゃいました。多分ですね、皆さん気になられたとこは、このココナッツより強いということで、そんなに強いの、ハードなの、どうなのよというところだったと思うんですけど、まあ何度も言った通り、確かにこのシダーの方がちょっと硬いかな、強いかなという感じはしましたが、そこまでね大きな差はないと思ってもらっていいかなと思いますね。まあ、どちらもハードグリースってことで強さとかはね間違いないと思うんで、さっきも言った通り香りで使い分けるっていうのもね、一つありなんじゃないかなと思います。ということで、国産グリース最高峰のクールグリーススペリオーレシリーズの中でもシダーの香りってことでね、非常に和を感じる、こうどこかジャパンメイドの誇りを感じるようなね、そんな製品かなと思います。こちら気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。またぜひこのチャンネルの公式インスタ、ツイッターの方もね、ぜひフォローよろしくお願いしますね。はい、こんな感じで今回はこちらクールグリーススペリオーレポマードシダーのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。